ャンプリビュー、皆さんこんにちは、ジュリアルームのジュリアです。今日もスタートしていきます。はい、来た土曜日、ライブ編ですよ。ライブ編、私音楽が大好きなので、土曜日のライブ、もし私が行くとしたらどういう格好をするかっていうことで、大体パンクです。いいですね、パンク。パンク、まあっていうのも、私はロックの音楽がすごい好きなので、だいたいこう、もしライブ行くってなったら、だいたいこうロック系のアーティストさんが多いんです。なので、こういう格好かなと思って、はい、ここにちょっとこう可愛らしいスカートとかヒールとかはちょっと絶対履かないのではい、なので、まあ、こういう感じで動きやすい服装で、まあ、パンキッシュなスタイリングをすることが多いです。はい、で、まあ、一応ね、ほら、スタイリストっていうこの肩書きを持ってるわけで肩書きまで普通に仕事してるんだけど私ライブ T シャツってあるじゃん。はいはいはい。あれね、ダメなの。なんで？なんか、本当ね、みんなライブ T をすごい着ることが、もうアーティストにすごい申し訳ないんだけど、なんかね、自分的に許せないの。あ、なんか私はほら、一応スタイリストだし、服が好きでみたいな、こういう職業なのに、ライブの時にライブ T を着るっていうのがダメなの。なるほどね。なんかご自分の中であって、なので大体着ません。え、タオルとかはいいんですか？あ、タオルも、あ、まあ、タオルは気に入れば買います。はい、でもデザインが気に入らなかったらもう買わない。なんかグッズは私このデザインかな。なるほどね。気に入れば買うしみたいな感じなんだけど、なんかでもね、こうライブ T に逃げたくないの。なるほどね。そう、やっぱなんかどういう状況であっても自分が好きなスタイルでいたい。あ、なるほどね。だからなんかみんなと同じものとかもすごい嫌だし、とにかくかぶりたくないっていうのは私常に思ってることで、なんか友達がなんかさ、同じ服、友達とさ、たまたま同じ服持ってたとするじゃん、私もう絶対着ないから。なんかね、ダメなんですよ、本当にね、人と同じものが着れなくて、なんかおソロとか、ダメなの。色違いは？色地もちょっとダメかもね。なんかね、どうしてもやっぱ自分のこうスタイルっていうのをすごい持ってるので、ダメなんですよ。なるほどね。そうそうそう。よっ、さすがスタイリスト。ありがとうございます。なので、まあ、こういうちょっとパンクな格好をすることも多くて、でも私パンクって、でも大人パンクが好きで、なんかこう子供っぽいのは嫌なんですけど、こういうなんかこうブリーチとかのかかったジャケットとか、こう手数が混んだものはすごい好んで、こう風合いだったりとかいうものはすごい好んで着ることがあるので、で、まあ、これなんか T シャツなので、これ普通に脱いでなんかロッカーとかに入れちゃえば、もうこれでね、イエーイとかできるので、わかりやすいですよね。わかりやすい。仕事するときは仕事の洋服、おしゃれするときはおしゃれの洋服、ライブ行くときは楽しむ洋服。そうそうそう。なんかね、そうなのそうなの。だからもう結構こういう感じでもう分けちゃう、私は。そう、別になんか好きなスタイルももう決まっちゃってるから、なんかあんまりこうブレることもなくて、そんな感じです。はい、私のライブスタイリングでした。で、明日日曜日っていうのはオフ、もう本当にオフっていうのはどういう格好をするかをご紹介してあいなと思いますので、明日も見てください。では今日は以上となります。またチャンネル登録よろしくお願いします。パカパカー。